タジマ地域の魅力を PR しコウノトリ・タジ空港の利用促進につなげようと首都圏の旅行会社を対象にした視察ツアーが今日から実施されています飛行機を使って東京や大阪などから訪れた旅行会社や航空会社の社員ら9人は初めに地酒・タジマで知られるこのトモ酒造などを訪問し昔ながらの酒蔵を見学しました このツアーは首都圏や阪神地域に販売網を持つ大手の旅行会社などを対象に田島地域の魅力を知ってもらいト鳥田島空港の利用を促そうと兵庫県が企画したものできょうとあすの2日間、朝来市や豊岡市など田島地域の観光地を巡ります参加者らは酒造会社に続いて立雲峡を訪れて武田城跡を見渡し田島の豊かな観光資源に触れていました 登ってもいいですし、まあ、こういう写真楽しむ方もそうですし、お花見もできますし、結構いろんな楽しみ方ができるのは、この田島のいいところなのかなとは思います。東京から1時間で伊丹、伊丹からここまでで、1時間半ぐらい、空港を使ってここに来るっていうのは便利だなっていうふうに感じました。 非常に魅力的な観光地が多くありますので、あの今回、旅行会社の方、航空会社の方に見ていただいて、魅力あふれるその旅行企画のほうをあの作っていただけたらなと考えております。参加者らはきょう、城崎温泉に宿泊し、あすは豊岡市の玄武道公園などを見て回るということです。